お前の居場所は教室の隅。もし日本人が中国に行ったらどこに行きたいですか？あ、ぜひこれは白石君に。まあでもやっぱり万里の長城ですか、ね、万里の長城そうなんやっぱりやっぱりなんかでも多分そもそもそんなにたくさんこう有名でしょって中国人の人がここ行きたいでしょって思うところをそもそも日本人がそんなに知らないってあるかもしれない、まあ知らんよね。俺もずっと知らなかったし、多分本当はすごい素敵な場所たくさんあるんですけど、多分知れてないんで自分が後出てきちゃうからそういうところです。北京と上海ぐらいでスポットがよくわからんみたいな感じがまあ普通なんで、パンダを見たいとかそういうのがありますか？あ、パンダ、パンダってどうだったかな。やっぱ違うもんですかね。日本でも一応見れるには見れるじゃないですか。同じだと思うよあ、でもあの数が違う、はい、俺も北京で見たことあるけど、あ、はい、上野動物園だと多分 2,3 頭だと思うんだけど、10頭以上いっぱいいるとか、ね、それくらいかな。確か黒柳徹子さんパンダ集団でいた方が圧倒的にいいって言ってたんでちょっとそれ見たいかもしれないですね集団でいるパンダを何目線やね最大2頭を同時にしか見たことないんでではなぜ遅く眠るのですかってそもそも遅いんだニュージーランドあの1週間くらい行ったことあるんですけど、はいはい、ホームステイでめちゃめちゃ早かったですよねなんか面白かった。9時には自室に戻ってマジかよ10時には寝るみたいな朝早い朝もまあ少しは早いんですけど、でも普通です7時とかには起きてみたいな感じなんで、今日はオールブラックスの試合が中継であるから特別に夜更かししていいぞみたいに言われて、まあ12時まででした。それでも小学生かすごい、なんかまあネットとかゲームとか遊ぶことが多いから夜更かししてるとかかな。まあ、ネットゲームっていうか PS4 でやってるんですけど、それがなんか日本中の人とも対戦できるやつで、はい、やっぱり11時から2時の間が一番マッチしやすいというかやってる人多いんですよね。勉強で疲れたとか、はい、仕事で疲れたみたいな人が最後の1日の息抜きとしてやっぱやってるから、それで楽しいですね。そうそう、俺の友達でもさ、なんかめっちゃ、はい、朝から晩までバイトしてめちゃめちゃ疲れてるのに、わざわざなんか深夜まで起きて、はい、まあ、ゲームやったりとか YouTube 見たりとか自分の好きなことだけやって最後なんか3時ぐらいに眠る3時深いそうそうそう、好きなことをやらないと、はい、何のために生きてるか分からないから夜化するし、あ、もう意地ですね。じゃあそう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 、場所は教室の隅、答えは仕方だ到底無理、聞かせてくれよ誇りと魂、出てきて叫べ命の限り、揺るがる信念博士の実験、心の深淵巡り来る因縁、マインスポーツ大喜利で実証、最後つごくともしみを失笑、 AI でヒューマンクロスオーバー、人愛先に限界は突破、逃げるは恥だが役に立つ、そんなわけないから勝ちに行く、昼間ない夜がない、踊らされない転ばない、泳がない、このまま死なない、時期に耳に響き出す音楽はスピリタス、規模が違うステータス、頭一つで起こす奇跡、頭一つで生まれた命、頭一つで激しい刺激、頭一つで残した奇跡、頭一つで伝える指令、頭一つで全てを否定、頭一つで聞こえた悲鳴、頭一つで悲劇も悲劇。